こういう大人のやり取りっていうのがですねまあそうですね50ぐらいになってくるとガンダムからだんだん分かってくれるようになるわけですね。<laughs> なな、るるほど、ワッケンやるなっていうのがで。よく言われるのがあの今さっき言ったようにです、ねえー、地球連邦軍は官僚主義でその中でも頭の固い「ワッケン司令」っていうようなのがポジション的によく語られるんですね。でそういうふうに紹介されることも多いんですけれども、まあ、これが本当だろうかと。 牧流にもうちょっとこう掘り下げて話してみたいと思います。で、まあ、月が自由にですね奪われちゃってるんで,ですね成中圏ここの宇宙全部のですね航海権というのは自由に奪われたと。で地球連邦はこのルナ2以外には宇宙ステーションとかが一つもないんですねコロニーも中立なので基本的に補給とかは助けてくれないと食料品の買い込みぐらいはできるけどということなんですね。なので ルナ2っていうのが唯一無二の地球連邦にとってもう一度宇宙で巻き返すための拠点なんだけどもさっきも言ったようにそれまではその作戦が発動するまではあの無用の長物なんですね。で守るだけの宇宙艦隊もないんですよルナーを守るなので生き残ることと目立たないこと自由にですねルナーを叩かないと大変だぞっていうふうに思われると逆にピンチだから生き残る目立たないがルナツのの なのでケン司令っていうのがですねんかこうルールを守,守ることばっかり言って堅物に見えて連邦軍が無能に見えるというのはもちろん連邦軍無能なんかもわかんないんですけども何よりもこのルナー2の特殊な位置ですね、えー、活躍しすぎるとです、ね、目立ってしまってジオンのです、ね、怖い怖いドズル中将あたりがです、ね、<laughs> 宇宙連邦の覇権を決定してしまうわけですね。なので いつかあるかもしれない。もうちゃんとこれあの、半年後ぐらいにあるんですけど、いつかあるかもしれない地球軍の巻き返しの時まで、できるだけ死んだふりとまではいかないんですけども、攻略するには手間かかりますよ。そこまでの価値はないでしょうというふうな形で、おとなしくするのが、 なのでシャーのです、ね、巡洋艦が来た時にワッケイン司令が迷わず選んんんだだのが知らんふりだったんですね。<laughs> とにかく、えー、あいつもシャーも歴戦の勇士だとあいつも頭いいからあんな軽1 4階一席で襲ってくることもないだろうイコール俺たちも別に何もしないともう領空侵犯なのはお互い分かってるけどもそれを見て見ぬふりをしようっていうふうなことをワッケンさんは早めに決めてるこれも。 無能だからじゃないんですよ。ルナ2という存在がジオンと連邦それぞれにとって何なのかっていうとまあ今お互い気が付かないふりをしているっていうのが分かってるからこその実は高度なな判断なんですね。でそこにです、ね、ホワイトベースが入っっててきてしまったで。さっきも言ったようにですね宇宙艦隊が <laughs> 連邦軍にはないんでルナ2自体の補給も怪しいんですよ。 で、そこにですね、難民が山ほど来られても、食料事情も来るわけですね。自分たちだけで生きるのが精いっぱいなわけだから来るわけですね。で、おまけに、そのホワイトベースターは何かと,いうと、電報のどうも新兵器らしいんですよで。そこに新兵器のモビルスーツまで乗ってると、ちょっと待てよと。ここに新兵器が来たら、その新兵器がどんなもんかも知らないけども、いずれ来る、その地球軍の進行作戦の時には役に立つだろうけど、今、ここに来ても、なんか、 これまで目立たなかったルナ2に新兵器が来るってとで、やっぱり目立ってしまうじゃないかと。<laughs> こんなところをジオンに襲われたら、ルナ2。失われてしまうとルナ2が失われた。ら、何が怖いかって、別にワッケインさんはですね。自分の命が惜しいわけじゃないんですね。あのいずれ巻き返す地球軍の共闘法ですか？戦略的な重要な拠点が今失われることが最高に痛いわけですね。なので、早くホワイトベースはもうここで補給とかしてたら。 あのそんな目立つことしないそうじゃなくて一刻も早く地球に降りてくれとでいやここで民間人降ろしたいここに降ろしても民間人生きていくことできないから早く地球に行ってくれと地球に行ってジャブローに降りてくれたらそしたら君たちの処遇も決まるからというふうなことでまあまあまあワッケンさんとしてはですねできるだけ事なかれで済まそうとするわけですそれはよく言われるように頭が硬いからとか星のためというのもそれはあるかもしれないんですけども この構図全体から見えるとルナツーという特殊な位置ですね。いわば何でしょうね。日米安全保障における日本みたいなもんなんですかね。<laughs> かつてのアメリカとソ連の間の日本とかですね、今のアメリカと中国の間の日本みたいなもんで、ちょっと俺たちのことはスルーしてほしいよねっていうふうに思ってるような場所がルナツーなんじゃないかというふうに見えます。ワッケンさんんは少佐なんですね。あのルナ 方面司令官んで彰沙ううな,なのかっていうとあのこれね後で重要だけど今のところ使わない別荘の管理人みたいな立場だからですねなので中佐大佐っていうですね本当だったら方面司令官なんだからです、ね、将軍を置いてもおかしくないし少なくとも大佐中佐レベルなんですけどなんで少佐程度の若造なのかっていうと別荘の管理人。ただその別荘は、 後で大事だからということでワッケインさんは自分の立場を分かっているんですね。で、ワッケインさんがやることはですね、この中でですね無用な出世競争みたいに巻き込まれて自分が死なないことです。なんでかというと自分が死んじゃうと多分地球連邦の中でまたあの上の方でですね出世争いみたいなのが起こってで自分のなんだろう手下とかをあのー、ルナツに配置してっていう争いが起こる。おそらく起こる。そうすると無能な司令官が来ちゃうと。 ここで変に目立とうとしたり、過剰に防衛しようとしたりして、必ずジオンにつけれられて、ルナツーが失われてしまうというふうに考えているんですね。なので、ワッケンさんは本当に細い道、目立たないようにして、常に生き残るようにしてっていうのを選びながら、自分が死んじゃったり、もしくは自分が後退させられたら、多分このルナツーっていうのを失われてしまうというのは、パウロ艦長などですね。いわゆる戦略っていうのがちゃんとわかっている。地球連邦軍のまともな人たちっていうのが。 多分1グループかそこらいるわけですね。レル将軍そいつらの一軍としてですねああ絶対にここで自分が変に突出した行動とかをとって例えばルールを破ったりしてですねホワイトベースをかくまうことも多分彼はできるんですよ一存ででもそれをやって誰かにそれを告げ口されて足元を救われたりしたら長期的に見ればルナーを失うということになるっていうのが分かってるから過剰にですね行動するんですね。 なのでパウロ艦長もです、ね、そのワッケンさんのやり方を責めたりしないこういう大人のやり取りっていうのがですねまあそうですね50ぐらいになってくるとガンダムからだんだん分かってくれるようになるわけですね <laughs> なるほどワッケンやるなっていうのが <laughs> ただブライトさんにしてもアムロックにしてもですねその辺は全然見えないわけです。 であの前半はです、ね、あのまあアニメの内容あのいわゆる、えー、この「ルナ2」脱出作戦の内容よりもです、ね、全体の配置図からわかる「ルナ2」というもののポジション意味とです、ね、あと、えー、ワッケン司令の生き残り戦略です、ね、というのをやってみました。 でこれ、ぶっちゃけ言うと、えー、ガンダム版ととそれ以外のことなんですよね。<laughs> つまり当時のサンライズがやってたです、ね「我々の主力はザ・ウルトラマンだ!」って言って下請け仕事のザ・ウルトラマンにです、ね、あのメインの人材を投入してですね富永良幸さんたちはです、ね、残りかすみたいなもう本当に場所でもうほんと物置みたいなスタジオでですねそれでも一生懸命有能な人材をかき集めてです、ね、機動戦士ガンダムというのを作ってるんだけど だけどもまあ、会社からすると、まあ、期待してるよとは言われてるんだけど違うだろうというですねどこの会社でもよくありがちな、えーまあ、本当にどこの会社でもよくありがちなです、ね、この部署が頑張ってるから会社持ってるんだけど会社はそれに対して感謝してるとか評価してる感じもしないよなとなのでなあの仕事って頑張りどころを考えないとかえって自分たちの立場を悪くするというです、ね、なんかこう矛盾みたいなものをですねこう 自分後半の弥勒はですねあのクライマックスのですねパオロ艦長のですねワケイン医師連に対する一言ですね彼らのやりたいようにやらせてくれわしが責任を持つっていうセリフがあるんですよ。でそれを聞いたワケインさんはしばし考えてからわかりましたっていうふうに言うんですけどもこのしばし考えてっていうのがですね実に7秒以上あるんですね。 あのわしかわしが責任を持つって言ってから、ワッケンさんはですね。本当に長いための時間があってから、わかりましたって言ってるんですね。で、この回、不幸にして作画が本当にひどいから。本来だったら伝わるべきものが伝わらないんですけども、この間にワッケンさんが何を考えていたのかっていうのが、この。この話数のですね、最大ポイントの読み取りになります。あの、この辺りの考察はですね、かなり深くてですね、あの、割とこういう。 監督が、富野監督が、こういう意図をですね、ガンダムファンにちゃんと伝わってるだろうと、自分が考えた、まああの、いわゆる中学生、高校生以上の視聴者には、この辺のメッセージっていうのは深く伝わってるだろうっていうのがですね、実はあんまほとんど使って伝わってなかったと、その辺の絶望ですね、アニメ誌でインタビューされてる時に、 なんでそ、そっちの方を聞くんだろうとか、なんでワッケインっていうキャラクターをそんな程度の捉え方しないんだろうっていうですね、富野監督のこの絶望が、後にですね、そのガンダム以降の富野監督のスランプっていうのを作った原因ですか、になっていると僕は思っています。えー、後半部分ですね、ぜひこのあたりのですね、えー、ワッケインとパウロのやりとりにもですね、注目してください。